と重みになります。大丈夫ですよ。もう7つ8つそのぐらいから書き始めてて、その頃の作品はほとんどもう捨てちゃってたんですけどね。うちの父がちょっとちっちゃすぎてね、こういうのは取っときなさいとか、あのうちの父はそういうふうに言ってくれてたんですけど、自分で書いたもの価値とか分かってなくて、そうですよ、ね、結構もう書いた字からあのもう捨ててしまってたみたいな感じで、ね、取っといて今読みたかったなと思うんですけどね。そうですよね、いや文章とか割と真面目に書いて、あの、うん、後でこう出せたらと思ってたりなのはちょっとあのいろいろあって燃やしてしまったりとかあったので、あれは取っておけばよかった。いやちょっとね、もう大量に燃やしてしまったことがあって、文芸作品一応書いたことあったんですけど、充実したもの。何で燃やしちゃったんですか。いやちょっとね、あのいろいろあって、あの自殺しようとか思ったことがあって、ちょうどこうもう膝が割れるような形のところに飛び降りられて、あの棒倒しで崩れて身動きが取れなくなったところにこう予想をつけてきた女性にこう飛び降りられて、運動会かなんかですか。運動会の準備、あの旅行演習の棒倒しの競技中だったんですけれど、それ学校がなんかあの責任取ってくったりくれたりしないですか。高校生の高校入学した時からバイト料もらう形で、はい、教えてたんですか。はい、教えてました。あの学業成績優秀だったので、あまり頭良くないけど、どんなことを教えてらっしゃったんですか。5教科は主にあの教えて、あと他のものも大体あの小学の時オール5だったので。すごいですね。いやすごくもないですけど、他に取り柄もないしみたいな。絵とかは教えてた。あ、教えてました、はい、あの生徒さんがいるときはですね、ちっちゃいし有効なので、生徒さんがそんなにいつもコンサートにいるってわけでもなくて、なんかさっきあの、はい、こっちにあの塾のチラシが入ってて、あ、入ってました。あ、そうですか。で、そこに、はい、アルバイトで結局、あ、これですね。あ、はい、はい、そうです。はぁ、これは武井さんご自身が、まあ、これ母が主にやってて、でこれ絵は私の書かせてもらいました。主にやってたのは母なんですけど、ピアノも、あ、はい、あの私も見てましたけど、母が作った時は。じゃあ武井さんピアノをお弾きになるの。あ、はい、あの子供の頃やってたので、はい、ありがとうございます。でも昔結構あのピアノってあの習ってる子供も多かったんですよ。私の世代というのはピアノですね。あとエレクトンの足に出てましたけど、預金17万円あったんですけど、はい、あの入学金75万円だったんですけど、75万円ってね、全然足りないですね。まだ足りないですね。奨学金はあの受けられないし、あれ、あの奨学金ね、受けたい人には受けさせるべきっていうのは、あの入学金なしにしてね、あの勉強したい人にはさせるべきですよね。門戸を開いてね。そうです。ちなみに、はい、次のバスっていつなんですか。次のバス、6時7分なので、6時8分なので、こっちか、次のバスこれですね。18時、33分ですね。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。結構先じゃないですか。でも、いやですね、いろいろ大変ですね。で、あの中間誌読みたいってことで買い始めて、でそれ見てあのもう小学校1年の時に貯金が初め20万とかそういう貯金だったけど、これだけあればうちがあれ助かるんじゃないかみたいな、もうあのそうですね、小学校1年2年あのあれです。母親はそんな小学校1年でそこまで、あ、でも父が転職して、であの給料が激減して、あ、こちら見ていただいた方がねと思うんですけど、ゴムなんだ、びっくりした。ゴムだったんですけど、あ、これゴムなんです。伸びていちゃってるんですが、あのこれはあの昔のハガキですね。ハガキでございます。ハガキとか漫画とか、はい、ハガキ職人だったの。そうですね、ハガキ、あの漫画の方が古いんですけど、漫画のとこ始めたのは小学生の頃だったので、あ、そこだった。もう初めにあれです、まあお金のことは言わなかったけど、でも賞金稼ぎたいっていうのは小学校1年の時に思って、賞金あるんですか。あの原稿の制作に始まったあの取り掛かったのは小学校3年で、はい、やっと仕上げて送ったのは小学校6年でした。はい、あ、じゃあ、あの3年間は、はい、
もう練習かなんかで練習っていうより仕上がらなかったですね。帰ったんですけどなかなか完璧主義者なんですかね。いや完璧主義というわけじゃなく時間がかかる上あれですあれですね、から同人誌に、はいはい、こうのめり込む感じで小学校4年5年6年と、小学校で同人やってたんですか。3年生で原稿の制作始めたけれどこれではとても無理だろうみたいな、なかなか進まなくて。じゃあ小学校の時はもう同人やってたんですか。同人って言っても肉筆画ですけどね、ボールペンで書いて回して、でその友達とかに回すようなっていうか、壁新聞とか作って、で自分で書いた漫画差し上げてました。それは学校のお友達とかに、はいはい、コミックスクエアとか、はい、結構数字の販売会があるんですけど、はいはいはい、そういうのには結構出ましたからね。これ武井さんの個人誌。あ、そうです、まあ、個人誌って言ってもこれはがきで本作ったらどうかみたいな話が出たのでちょっとまとめた感じなんですけど、で砂漠の緑化っていうのはこの頃からちょっとまあ関心持ってて、ここにオアシスってあるんですけど、オアシス計画って、まあ、おっしゃってましたね、オアシス計画、はい、まあ、砂漠オアシスってのはこの頃からまあ、考えてるようなことだったので、でこの頃は文筆業とか、あと作詞作曲で創作ものを書いたりとかで、そういうもので創作作品であれです、稼いで自分で、まあ、目標額2000億円とかで、目標です。で、そのライバル…え？どうしたんですか？ライバルの代行が、はい、カリビル冒険隊の、はい、それが女の子の舞台なんですけど、はい、男…これは それが小学校3年生から4年生の頃で、それが小学校4年5年の頃ですよね。やっぱフェイスブックのアカウント取ってないんです。取られないんですか。ちょっとね、本人確認の書類4ヶ月以内に遅れての提出しなかったら、そんないるんすか。いるんですよ。運転免許とかなんか、本当に年齢確認とかっていうのあって。いや、嘘。本当に。だから私、アカウント取られてないんですよ。フェイスブックでしょ。フェイスブック取れてないんです。そんないりましたっけ。いるんですよ、確か。なんか。いらないような気がする。千年確認。はい、もしもし。だんだん最初は勢いよくね、はい、先ほどありがとうございます。はい、個人企画平和と名乗って。個人企画っていうのはどういうことなの。個人でなので、はい、平和といずれ立ち上げるけれど個人の活動だということで、一般の国民だということです。テレビでは割と参考補ばっかり取り上げてたけど、割と、ね、ネットで、マスメディアではあれです、残りの18人は 3% だってことで、上杉候補さんが上杉さんがまあ多少出てるぐらいで、どっかに苦情出してましたよね。委員会でしたっけ。エロ党に入りたいとかそういう方はいらっしゃらないですか。特にはないですけど、ただ共闘しようってことでお声かけていただく、後藤輝樹さんも共闘しようってことで。そうなんですか。はい、野党共闘でですね、はい、だからそれぞれ党組まなくても無所属でバラバラでもとにかく野党はということで政権交代だから、ですからもうチリアの和平に協力して、トルコでの開催にも全面的に日本で協力して動いていこうと。そうです。で、まあ一応都知事選出る以上は一応当選したらということでも考えてて、まあ、当選したらすぐにもう東京五輪は凍結で、世界中全部首都外交ってことで交渉して回って、トルコでやるように協力してくれってことで和平に持っていくつもりでおりましたが、最近ではね、猫との出会いとかって。あ、猫飼ってらっしゃるんですか。はい、猫、私は人生で最大の最愛の猫が、はい、もう死んじゃったんですけど。最近ですか。そうですね、殺されかけた時、死にかけた時に猫がいて、はい、味方してくれて、
味方っていうか、まあ、しゃべったりはないんですけど、あの、励ましてくれて、はい、だけど、家庭で、あの、唯一、私の味方でしたね、味方してくれて、本当に優しい猫で、あの、だからね、猫と出会えてよかったなと思いますけど。その、犬の方も、あ、犬も、あの、まあ、可愛い犬でしたけど、でも、そうですね、犬も可愛い犬でしたけど、ただ、あの、猫ほどって、いや、そう言ったら、あれもあるんですけど、いや、犬の方は、あの、犬の方は、命の恩人の、あの、父とか妹の方に、あの、こう、入れ込んでるので、こちらには、まあ、悪女なわけですよって、結構。あ、なるほどね。あ、ただ、あの、最後には、やっぱり、あの、ずっと世話してたから、心開いてくれたみたいなのありますけどね。あ、じゃあ、武井さんが世話されてたんですか。あ、はい、あの、で、リハビリも兼ねて、こう、部長稽古の時に。都知事選の前にあの4月にあの補選があったんですけど、北海道5区と京都3区と、で京都3区の方出る予定で行ってて、あの選挙管理委員会にあの、あの申し立ての出そうとしたんですけど、ちょっと縁が急騰して、であのあの外貨預金しか私ちょっと個人差なかったので、クレジットの融資枠があの300万円切ってしまうところまで行って、だからもう急遽あの断念ですね、うん、はいはいはい、今回あの出ましたね、あのあれあの有志枠出ないかなと思ったんですけど、聞いてみたら300万円なんとかあの借りられるってことだったので、あのでその前に参議院選があったんですけど、そちらあの600万円で出なくて、あのそちら200万円か公演できなかったので、いやでも今回、はい、300万は募集ですよね、はい、募集ですよ、ね、あ、私だけどあの投票の高であの募集するのはあの憲法に違反する私あの差別だと考えているので、それはお支払いいただく考えております。だから、あ、じゃあこれから戦ってるし、支払いしろってことであの申し立てますね。まあ判決取れればいいですけどね。なんか結婚しない時代になってますでしょ。そう今はね、そういう晩婚、あぶれてる、そうそうそう、だから婚活ってこうあっちこっちでやってるじゃないですか、はい、それくらいなんか出会いがないっていうか、ご縁をつくのが難しい、難しいっすよ。で、それにちょっとね、あので、その自殺した同級生と幼馴染っていうのは、小学校3年の時に、あのバレンタインの前日に、チョコレートくれってこと言ってた子で、あ、武井さんにね、まあ、はいはい、あの、まあ、俺にチョコくりゃりゃんせ、あーしゃチョコくりゃりゃんせって歌を歌ってて、はい、で私その頃お小遣いもらってなくて、うちが貧乏だったので、でこうチョコレート欲しいって言われて困っちゃったなって顔したんですね。チョコが欲しいって、あのお小遣いもらってないからどうしようかって困った顔してしまったので、でなんかその子あの気づいたんですか。いやで次の日バレンタインだったんですけど、チョコどうしようかなって、あのいやでおやつ届いたのそれ古いものだけど、そんなんでよかったらあげるそれは考えたんだけど、でもあの初恋の人ってのはまた別にいて、あの初恋っていうかね、この人と結婚したいみたいなのは小学校1年の時にいたので、同級生で、だからもう物心ついてその、はい、成人してからはどうだったんですか。成人してから、あ、そうですね、いましたね、いつも好きな人っていたので、あの結構俺っぽいんですかね。いや、素敵な人いると結構ある。周りのあの、この。あ、ただあの、あ、で、あの、この頃も、あの、高校生の、ここの頃の同級生で見捨てずに、あの、大学卒業した時にプロポーズしてくれた人もいたんですけど、ただね、あの、私、バス、お見合い一軒だけだつ。で、あの、その後、そうですね。で、その方は、まあ、あの、ちょっと乗り気じゃないみたいだなってのがあったので、いやもうお見合いの後あのまあ次あの博物館でも、まあ、デートでもどうだろうって言われて、で遊園地って話もあったんですけど、まあ、博物館にみたいな感じで行って、であの先生のあのお宅、あ、まああの一応学校の先生だったので、であの私でどうなのかなっていうのも分からなかったので、であのお宅にあのご自宅に遊びに行っていいですかみたいな感じで言ったんですけれど、随分積極的に、あ、私の方も OK だったので、もう早く結婚して子供みたいってのあったので、ああいやーでもね、じゃあ今も、はい、そのもしいい人がいればみたいな、あ、もちろんすぐにも結婚、あ、ただもうもう自分で埋めな、だからもう適齢期だったらね、
あの敵が政見放送を取られたじゃないですか。はい、あの時って一発勝負ですよね。あの2回チャンスが、2回じゃん、はい、あの後藤さんからもちょっと聞いたんですけど、はいはい、あのどうでした手応えとしては。いやぶつけ本番、ほとんどぶつけ本番だったので。練習してたんですよね。いやぶつけ本番で、あの翌日はもうちょっと余裕ありましたけど、工事の日の直後だったので滑り込んで直後です。あの4時53分に滑り込んで、で7時50分って言いましたっけね。あのもうちょっと時間ギリギリ取っていただけたんですけど、すぐなんだ、あのそこそこしか枠が空いてないということで、やらせていただけただけラッキーでしたけど。なるほど、はい、異常気象とかは随分あるんですけれど、これ、はい、あの森林が減少して砂漠が広がってる陸地の、はい、それがすごく大きいんですね。であの砂漠を緑化するということで、はい、地球の環境が全般の環境が、うん、気象状況もあれ改善されてくるし、はい、安定するし、海水の水温もあの温暖化で上がったものが必ず下がる、はい、下がるを持っていけると思います。うん、森林があるということですごく違うので。なるほど、はい、じゃあ森林復活、まあ、あの砂漠を緑化するということで、オアシス、はい、じゃ あ, あのこれからも、はい、あ、頑張ります。ぜひよろしくお願いします。頑張ってください。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。